みんな、ファイナル神楽、私たちは神楽を愛してるからです。おー、ナイスターン。ターンビールください。ウーフー、ウーフー、ウーフー、ポカポカ、一回飛んでタワー踏まれ、ウーフー、いい雪、いい雪、やったー、イエーイ。幸せ神楽スキー場、愛してるぜ天然パーマさあ、この道路を走り神楽へ向かうのも一体何度目でしょうか。3年間のユーザーライフファイナルスキーも神楽スキー場行くぞみんな。ヘウィヘウィゴー。みんな、ファイナル神楽思いっきり楽しむぞ。俺たちは神楽が大好きだー。大好き？うん。大好き？うん。イエーイ、小鳥お願いします。小鳥さん、私たち10番目ぐらいに乗りましたね。なぜなら私たちは神楽を愛してるからですね。綺麗だね、すごーい、最高の景色ですよ小鳥さん。めっちゃ向こうに雪山見える？ずーっと向こうまで。僕たちはもうこの山に通い続けて25年、これからもこれからも。もう早速登りに行くの？俺たちもう今日最後なんだ。マジで？んで明日帰るの。あ、本当？やっと会えたと思ったら最終日。割と今年神楽に来てたの。おはよう。おい。全員ファット好きになったからうち。行ってきます。うん、じゃあ楽しんで。また練習。イエー。天然パーマ。あ、一番美味しいとこ行こうぜここ。いいよ。レッツゴー。やったー。ああ、こっちで雪を見てなるべく白い面を滑る。そこは雪が溜まってるから。で、黄色くなってるとこはカリンコリン。向こうの方が吹き溜まってそうだね。川の中の方が行きゃいいかもしれない。よし、カモン。ウォホー。ウォホー。よいぞ。イエー。ウォホー。ウォホー。イエー。イエー。ウーフー、イエー、ウーフー、いいぞいいぞ、イエー、いいね、ゴーゴー、ウーフー、そう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 。Yeah! Yeah! こっからこう、こっからこう、ここ、いいターンだ、青いナイスターン。おー、ナイスターン、そこだ、イエス、次小鳥、カモン、いけ、ユーホー、ウーホー、ウーホー、いいね、青、トリー、イエーイエー、青い、イエス、お願いします。いてててて、今転んだらお尻痛かった。ふう、イエーイ、やだやだ、渡れないぞこの壁、そう、缶ビールください。はい、あ、できた。はい、ありがとう。ちょっかり。止まっちゃうからちょっかり。ゴー。お願いします。おい、気持ちよかったね。イエーイ。さあ、私たちの森、好きなようにどうぞ。青、沢があるよ、沢。おいや、沢行くぞ。行くぞ。ウォッホー、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 ウォッホー。ジェットコースターコース。レッツゴー。うーふー、うーふー、ここここ、一回飛んで、イエーイ、もっとこっちまで。さあ誉れ、さあ誉れ、さあ誉れ。ありましたね、葵さん。壁。天然パーマ。さて、田代も滑り尽くしました。これで私たちの大好きな神楽三俣田代エリアね、今年もコンプリートしましたので、気持ちよくクルージングしながら神楽方面に戻っていきたいと思います。小鳥さんよろしく。葵さん、はい。葵さんはどうですか今日は。イエイ。イエイ。なんて最高のブルースカイなんでしょう。ああ、大きく割れちゃったからね。あそこですね。でっかく亀裂が入ってます。小鳥さん。はい。たくさん雪が積もったとはいえね、やっぱり気温の上昇が早くて、春の訪れがとても足早に来ているので、雪崩の危険性が出てしまったんですね。なので残念だけど、いつもの中尾根コースは行けそうにありません。最後はあそこ滑れませんけども、まあ、この五郎馬のフリーランやって、最後、神楽にご挨拶をして帰りましょうかね。いいかな。 Here we go。 方向はみんな見て。あそこのリフト降り場。あそこに向かっていくから、こっちの方向に行くよ。間違いないようにね。ストップ雪だから気をつけながら行くよ。森の冒険です。レッツゴー。ノートラック、ノートラック、最高でしょこの2つ。では行きましょう。うほう、うほう、わあ、いい雪。いい雪狙っていけ、いい雪。いい雪、いい雪。やったー、やったやった。ゴーゴー。Hey, hey, hey. Yes. よし、下山。Ups and down train park。さあ、では行ってみましょう。まずは青井選手、小鳥選手、続いてゴー。スピードだ、もっとスピード。ギュー。よし、ここから攻めて攻めて攻めて。ギュー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 。もっともっと。ギュー。神楽最高だったぜ。イエーイ。今年もありがとう。神楽スキー場。また来るよ。サンキュー。愛してるぜ。さあ、滑ったらもちろん恒例の道の駅三ツ俣。もうお分かりですね。てん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 。ファイナルもつ煮丼いただきます。いただきます。うますぎる。ここのもつ煮丼はデンゲレク、こうやって幸せ。レンゲにとった方ががっつり食える。うん、幸せ。一味をのせてもうまい。ごちそうさまでした。葵はカレーチャーシューラーメン、うまそうだな。最後の最後もやってまいりました。I love 松之山温泉。湯沢の一番最後も松之山温泉に入って魔法のお湯に浸かってから帰りたいと思います。今日はなめこ会長もご一緒していただきました。最後も最後もやっぱり鷹の湯。最後の松之山温泉、いい湯だった。俺の怪我が全部治った気がする。それはちょっと言い過ぎ。まあそれぐらいいいお湯だった。そして最後の景色もいい景色だー。なんと会長が招待してくれた定食屋さんはこちらです。看板もなければのれんもありません。のれんは出してない。のれんは出てない。会長、一緒に座って。これね、これからちょっと右の方に。はい。あ、本当ですか。皆さん食べて。あ、ありがとうございます。下の住んでるから。え？お母ちゃんの方が。あら、ありがとうございました。ありがとうございました。浜屋食堂です。看板はここにあります。すごい。めちゃめちゃ懐かしい雰囲気。お願いします。楽しみ。小鳥。はい、小鳥さん。カツ丼。でっかいカツ丼来ちゃいました。いただきます。ツナの有名なスペシャルとんかつ丼。はい、ありがとうございます。うん、いや、美味しい。豚めっちゃ美味しい。ツナンポークですか、これ。やっぱり。大好き。うん、脂が美味しい。うん。美味しい。僕ら今年初めてツナンポークって食べたんですけど、すごい美味しくて、こっち来た時必ず帰りにメルシーで買って帰るようにしてるんで。メルシーだと、だから、一杯で締め取らなきゃポンといって買って。すっごいボリュームすぎて。子供たちが食べきれず。どれ？赤ちゃん完食してます。さすが、無限胃袋。肉は食べきりました。美味しかった。一切れも残したくなかった。美味しくて。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。はい。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。美味しかった。すごい美味しかった。やったー。めちゃめちゃ美味しかった。なめこ会長ごちそうさまでした。天然パーマ。へへ。